50年も我慢してるということですね。おいおい、ちょっと待てよ、奥さんも頑張ってるよ、50年ねえ。僕の友達がこれを書いて、僕が収録をした曲で、オキバイという曲、彼のご両親が結婚50周年を迎えた時に、ミュージシャンの彼は自分の両親にこの曲を送りました。いつもいつも山にかかるその霧は、自分の両親のように二人がいつもどこに行っても一緒なんだ、雲がこの霧が旅足にどっかに行ってもまた次の日の朝にはまた山の元に帰ってくる、まるで自分の両親のようだ。素敵ですね。お届けしましょう。With my friend Nathan Avian, with my friend. We share the song called Uki Bay.まかなのえなにまおりのえやあかまいてけあいあいめけあおまままおかべのぶちゃん、上手に歌えた。うん？何か照明さんが受けてるじゃないですか。ね、今すごく上手に歌えたような気がするんですけど。それをそんなええ声で言いますか、いちいち。よかったね、上手に歌えた。この前スナック行ったらよかったんよ、お前スナックのママが上手ねって言ってくれる。なんかスナックは歌う人をいい気分にさせてくれるみたいなので、よく行くそうです。 Love is all 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないかな。キリがないからやめてもらってもいいんですか。昨日ね、テーマに書いたら Love is all、 あれこれ書いてきて、ちゃんと書いてきて。何をしてるんですか。なんかこっちのスタッフだけ。なんかこの子がハンドマイク歌ってるから、俺かってハンドマイクで歌いたいなと思って。泣くな男、コウスケさん。ちょっと頑張ろうか。違う、なんかさっき45分のステージだと思って喋れへんかったら1時間ですって言われて、あ、1時間あれだったらちょっと喋らせてもらおうと思って、ね。
ません。アプリですね。曲は何だったっけ。アフリリ。さっきカウポーっていう曲を歌った。そのカウポーから見えるその山がアフリリ。アフリリの山はいつも焼き餅焼いてる。なんでかって言ったら雲が旦那さんなの。でも雲はあっちの山へ行ったりこっちの山へ行ったりちょっかい出す。だからいつもアフリリの山が焼き餅焼いてるんだ。困ったやつな。そう、はい、あっちの山の上こっちの女の上に乗るっていう。困った。小さいお子さんは耳を押さえてください。もういやね、そんな歌が今からみんなが踊ります。でもこの曲俺ハワイアンのナンバーで一番好きなんです。And this is my favorite song, the let's go to Maui Island, the Mount Mauka and then Afulili. Hello, hello, Afulili, Afulili, Pahakoia, Aike Kau Mau Korea, Aida Ohu Kau Muahiri.今のも上手に歌えた。